期のメンバーさんともっと話したかったなって感じ。これ誰かに伝えておいてください。もう食べちゃうからね。お母さんがパンになっちゃえばいいんだ。もうお母さんがパンが好きすぎていっぱい食べて、もうパンになって売られちゃえばいいんだ。楽しそうだし、美味しそうだった、いろいろ美味しかったですか。また英語活かせる仕事したい。え、したいです。したいです。明日リレー頑張って、陸上部です。陸上部って言っても本当にちょっとですよ。そんなガチ、うん、ガチじゃないです。入りたいです、ね、今のはラランドさんのお母さん必須公文です。 今まだ入りたい。うまくできなかったり、お母さん必須公文で検索してください。あとドークダイアリーです、うんうんうん、でもね、私ね、インドネシア語もね、勉強もね、ちょっと始めたんですよ。なんか行った時に、横毛の長さ違うでしょ。行った時に悲しい、なんか出しすぎた。やっぱインドネシア語は理解できないじゃないですか。もうマイクをぶつけちゃったり、鼻とか。今まで私アメリカしか旅したことなかったんで、お母さん必須公文で全部理解できてたんですよ、自分の中で。検索してください。ラランドさんの YouTube をだけど、なんかそこをなんかインドネシア見させていただいてます。なんか結局ちょっとなんか分かんないじゃないですか。思うと思って、すごい低いか。だから頑張ります。ちょっと照れまかしそうですね、ないからよ。でも本当にあのどうできるかどうかは知らないんですけど、とりあえずやってみようかなみたいな。 やるだけやって。新幹線の中のいい過ごし方は酔い止め飲んで寝る。なんかやらなきゃ。いつもの私です。めっちゃ酔うんですけど、いつも今 2個喋れるじゃないですか。3、4酔い止め飲んで寝るかな。5個喋れたらめっちゃかっこよくないですか。あとテトリスする。2個まではなんか世界中の半分ぐらいの人が喋れるらしいですよ。マジやったぜ、ありがとう。半分じゃね、やっぱちょっとまだ足りないな。パン食べたいんだけどさ、みんなと喋るやん。3個ぐらいから急に減ってるんですよ。ちょっと多分調べたら出てくるんで、気になる方はぜひ調べたりするんですよ。私昨日の夜いっぱいご飯食べ過ぎちゃって、ちょっとご飯っていうか、逆にね、1個の方が少なかった多分肌白いってより血色悪い。2個が40%、リップ塗ってないから48%とかだったんですか。将来語学専攻してもいいかもしれないし、英語以外理解してます。ね、でも語学楽しいですよね。スペイン語の近況はもう画面に書いてありますよ。ぜひ見てください。最近洋画見てスペイン語気になってきて。スペイン語いいよね、めっちゃかっちょいい。でもね、私ね、これちょっと自慢じゃないんですけど、あのこの間映画見てたんですよ。その見たかった映画が日本語か、その元の言語、確かフランス語だったんですよ、その元の言語が。もうその2つしかなくて、なんか日本語字幕つけながら見たんですけど、夜公園何の髪型がいいですか。フランス語の方で私見たんですよ。隠ろうとしてたんですけど、日本語のすっきりしすぎる吹き替えじゃなくて、その元の方で見たかったから。うん、スタバの成果飲みました、めっちゃ美味しかった。そうします。スペイン割合分かりやすい。スペインはね、なんか英語と似てます。なんか言葉だけ覚えたらすぐ喋れそうな気がする。オニタカツインテールできたらするけど、できないかも。シルブブレな、それ。できてる、ね、違うで。バカニャンパン、バカニャンパンと来てる。シルブブレって何？わからん。シルブブレってなんだよ。夏休みの宿題終わった？やばいですよ。もうダッシュ。
眠む。今日外羽です。どうしようかな。あ、もうかな。なんて書いてある。何でもいいんだけどさ。いろんな言葉が飛び交ってるさ。私の省略のコメント。昨日載せたインスタとツイッターちゃんとみんないいねしてくれました。おぱんちゅうさぎ、ハートありがとう。一応おぱんちゅうさぎとして名乗りを上げてるんですけど、キャンプ楽しみです。何する、なんか内容企画って来てるじゃないですか。そう、タリーズのバニラフォガードシェイク美味しいって友達も言ってた。美味しいだってパン。あ、なるほどね、美味しいよ。タイムテーブル見ましたよ。あ、ちょうだいだった。あ、ちょうだい、あ、無理です。無理です。お星様ありがとう。インドネシアだけど、この前日本の映画館で字幕で洋画見てきたら頭忙しかった、うん、確かに忙しそう。てかもうあれですよ、もう秋ですね。気がつけば私の大好きなもう夏は終わりました。終わりましたよね、夏はもう。すごい、やばい、もうお腹いっぱい。昨日食べ過ぎてここからここ空を膨らみましたもん。私が使ってる方がマジ知ってるのは放課だけです。秋服買ってない。カバンは買ったんですけど、秋服買うよりアテンションプリーズ。リアルお話し会&オンラインお話し会開催されますが開催されますが、皆さんそのために秋服まだ買わんとこうと思って。じゃないと服がもう私は多分ちょっと大変いっぱい多いことになっちゃう。服がもうクローゼット入んないってなっちゃうから、皆さん違う。またショールームで何の服がいいか聞きますね。ルームスとかの話。キャンプ先輩がもうここで分かれてんだが。私は最年少組のチョス。いい感じ？やっとかも言わないです。パタパタとの抱負。やろう。可愛いやろう。頑張りますって。私もメンバーに。話し会ぜひ来てください。皆さんが暇であれば。ジャンダラリン、ジャンダラリン言ったことないんですよ。ぜひ来て。あ、ジャンはあります。カタタタキは子供言ったことなんか分かんない。めっちゃおもろいですよね。グーですか、パーですか。あとは分かんないです。なんかジャンはでも口カサカサする、やばい。全国の人が使ってるイメージあります。暇じゃなくても来てください。おみやチョキ、わかんのが突き指しちゃうからな。マジだった。本当ですかこれ。長いな、ここの毛入れればよく出てる。かわいいかわいいかわいい、やった。大阪使うじゃん、足りないじゃん。入れてもらおう。できるじゃん。それは違うか、ごめん。すっきりした。わかめ、はい。でもわかめって言ってみてってコメント来てる。おいおいおいやめろよ。おいおい、なん、どういう教育してんですかそちらの。こちらの方はおいおい何してんですか。まだ若い若い子たちにわかめなんちゅう育成してるんですか。もう本当にやめなさいよ。おいおい、早口、肩叩き難しい。本当に君たちはってますよ。どういう教育してんだい。新 T シャツがアディダス。あ、でも小学校の時言われてましたね、アディダス。わかめって、あ、待って言っとるわと思って。そんなバカな。そんなバカなっていうね。乃木坂46さんの歌もありましたけど、
そんなバカなでしたっけ。そんなバカな。え、じゃあ来てんねん。もうええて。ほら見て見て見て。もうええて。見て見て見て。もう。そんなバカな。な、どういう教育してんすか。本当にもういいよそういうの。そんなバカな。本当にみんな大喜利好きね。考えたらちひやまなたに緊張したって言ったけど、みさきちゃんはそれも私めちゃくちゃ緊張してましたよ。あの緊張しすぎ顔文字なんか、いや前顔してるんで、ちょっと YouTube 見てみてください。ちひ TV ちょっと恐ろしい顔してますね、うん、目がうるうるしてるんですよね。もともとガチですから、ガチなんで、みんなぜひちょっと見てて。あ、でも私あの昔 DMM にも目線っていうよりこの NMB48 シアターに来てくださってる方に目を合わせたくて、その来てくださってる方がやっぱり最優先なので、全て全てなんか昔研究生やった時にその配信のカメラに目線を送りすぎてみんなが注意されたことがあって、1回か2回か。それから、まあまあ、その私通訳が一番緊張しました。NMB48 シアターに来てくださってる方を一番に大事にっていうのを教えていただいて、もうそれは当たり前のことなんですけど、今でも大事にしてます。ありがとう。だからよければみんな来てね。でも意図せずカメラ目線になってる時はあります。ランキングを見たいと思います。いきます。13位の方ゆいなさん、ありがとうございます。12位の方アラブルさん、全員が泣いた。11位の方ビーコーヒーさん、ありがとうございます。10位の方ゲンさん、本当に皆さんのことが好きで来てくださってる方、10位の方リョガタン、ありがとうございます。皆さんと目を合わせたいですね。8位の方ニッシーさん、ありがとうございます。7位の方アニアニアニードさん、アニードさん、写メ会もあるの嬉しいです。なんか、6位の方プントさん、前回もあってね、ありがとうございます。楽しかった。5位の方ヤマちゃん、ありがとうございます。4位の方カニさん、ありがとうございます。3位の方クニアさん、ありがとうございます。サイレント2位の方ラズワンさん、来てください、ありがとうございます。そして1位の方ユウさんです、ありがとうございます。あと2本でランキング読みしますね。強くむずいでしょ。英語はナス、英語話す、英語話すときは英語で考えてるわけで、どうなの、なんかどっちでもなんか痛い。日本語は日本語で考えて、英語は英語で考えます。なんかもうご飯食べるときにも別のものですね。完全に別に何で考えてるとか、別に考えながら喋ってるわけじゃないんで、やばい、お腹いっぱいでした。どうなんだ、なんか英語をそのまま日本語で頭の中に入れるみたいな、うん、伝わるかな、これあんま伝わらないかもしれない。英語をそのまま日本語で口に出すです。いや、みんなぜひミリアル公演よろしくお願いします。ミサキコールピンクと黄色のペンライトお待ちしてます。ありがとうございます。全部線、はい、いきます。ケイトさんは26日出演ですかね。26ね、今日じゃないです。実は今日じゃないよ。すごい、寝よ。、うん、やばい、お腹が苦しい。ご飯食べへんかってよかった。なんか昨日の時点で食べ過ぎたっていう自覚はあって、でも寝る前にはもうお腹いっぱい感もなくなってて、で朝起きた時になんか苦しいぞってなって、息するたびに胃がパンパンやってなって調べたら食べ過ぎって、胃薬飲んだんですよ。だから家出る前に胃薬飲んで、あとバナナを食べたらいいみたいなのが出てきて、
バナナを食べました。朝水分もなんか麦茶じゃないな、緑茶もいいみたいなの聞いて、いやもう食べ過ぎた普通に。なんかいつもそうなんです、私食べ過ぎちゃうんです。ご飯が好きで、とにかくご飯食べるの好きなんですけど、でも胃に入る量が少なくて、多分めっちゃ食べれると思う、込んでるだけで脳がめっちゃ、その思い込んだ脳で食べちゃうとうーってなっちゃって苦しいんですよね、いつも。どうしよう、だから誰か分かんとご飯行くときは食べ過ぎないでって止めてください。ランキング読みします。13位エイジさん、ありがとうございます。12位ケイタンさん、ありがとうございます。11位隊長さん、ありがとうございます。10位みんなの白米さん、ありがとうございます。9位みおんさん、ありがとうございます。8位とんちゃんさん、ありがとうございます。と7位あらけんちょびさん、ありがとうございます。6位たかゆきさん、ありがとうございます。5位ゆりこじちゃん、ありがとうございます。4位なゆさん、ありがとうございます。3位ぴーぴーさん、ありがとうございます。2位ひろきさん、ありがとうございます。1位ぶっきーさん、ありがとうございます。そう食べ過ぎちゃうんですよマジで、ご飯好きすぎて。バイバーイ、昼夜公演です。近重さんが昼夜公演です、私が言った瞬間うなずきはった。倒れと